バンガー家電フレンズ始まるよ。どういうこと？どうも小池です。君さ、小池ってさっきから言うよね。今日小池出てくるんだよ。ねえ、好きな小池は横浜タイヤの看板です。イエーイイエーイ。丸福の看板も好きです。イエーイイエーイ。丸福の看板好き。廃墟の店が工事されて道路になってたっていう話です。ああ、うん、昭和の残り的な部分がまた一つ仙台から消えてしまったねっていう。なるほどね、うん、あ、そうだ、まあいいけどどうしたのさっきから。いや、あのヨドバシカメラさ、仙台あ、できたってね。昨日オープンしたんだよ。うん、うん、まあ月曜くらい行こうかなと。ああ、なるほどね、うん、楽しみだわ。ああ。どうなってんだろうね、ヨドバシカメラ。まあ別に横はいつも通ってんだけど。ねえ、行けば多分、だからあれちょっと元のヨドバシ、結構いろいろ今入ってたよね。あれがさらにでかくなってるから。ってことだよね。うん、さすがにいい感じなんでないの。もともとヨドバシは新しくできたヨドバシのところにあって、一旦それがなくなって、今のっていうか前のにもうなってるけど、あのちょっと行くのめんどくさいエスカレーターとか使うヨドバシになって、それがついに元あったヨドバシの場所に戻ったと。戻ってクソでかくなってオープンしたと。なるほどね。うん、5階ぐらいまでなんか物入ってるらしいから。そうね、まあ、3階まではヨドバシで、 あとはユニクロとか GU とかホーリーファンタジーとかみたいな。ああ、なるほどね。あと食い物屋とかも入るらしいけど。ああ、東京だともう10階ぐらいまで全部ヨドバシみたいな。そこまでじゃねえか。あ、でもあったね。5、6階までヨドバシだよね。ああ、さすがにあれまではいかないんだろう。ああ、でも商業施設って言えばだけどさ、ああ、青森の来日鉄青森駅の近くに、ああ、若者行くような店できたって言ったけどさ、 あれ僕行ってないんだけどさ、ああ、まさかおもちゃ屋と入ってたりするかな。ないか。ああ、入ってりゃ話題になってそうだよ。ああ、そっか。青森駅近くの商業施設。そうだね、名前忘れちゃったんだよな。なんつったっけな。言ってくれりゃ多分ね、合ってれば、あ、それそれってなると思うんだけど。うん、なんかツリーだか。ツリー。ちょっとあれだな、これ。青森駅あたりに地図をやって、ツリーで。ツリー青森市。ほんとだ。あ、ツリーだ。ツリー、あ、ツリーか。うん。ツリー。青森どうだい雰囲気。僕海岸テナントで。あ、そうか、そういうのもいいね。テント募集中、春開業予定です。5月27、29、クリニックがあります。クリニック、クリニックがあって、カプリチョーザもありまして、うん、以上。そんな感じか。やっぱ我々が行くようなとこではないか。なんもないんじゃない。え、あ、雑貨屋とかがあるでしょ。あー、なるほどね。情報なさすぎるでしょ。で、ね、あ、コンパクトなんだって。あ、そうなんだ。エスカレーターが微妙なんだって。そう、微妙。あ、星1だよ。え、活気がまるでなく。嘘だ、人めっちゃいたよ。バカみたいに人いたよ。気のせいなんじゃないじゃん。評判死んでるけどね、星1とかで。ほんと星1、2ばっかり。
まる前から終わってた。すごいね。うん。ATM なし。Wi-Fi 繋がりません。ああ。高齢者向きではないらしい。なるほどね。うん。いや、まあ若い人しかいなかったよ、確かに。化粧品とかがあって。ああ、そういう系か。うん。ならもう青森駅の元からあるあの微妙な意味でいいもんね。ね。本屋あるしね。あの、ラビナで。うん。本屋と、無印良品だっけ？ああ、なんかあるよね。そうね。無印、入ってるわ。あと、松本清とか。ああ。あの、食い物屋ね。ね。うん。なんでこう、ないんですかねって思いたくなる感じだね、うん、青森駅周りマジでなんもないもんだよ。本当だよ、うん、でやっと3できたと思ったらじゃあそういう感じと思う、うんうん、漫画喫茶とかちょっとあんのかな、まあ、漫画喫茶なら別にどこら辺でもあるしね。ね、うん、青森にもっと楽しいもの必要だと思うんだけどな。青森はもう武装新規のアーケードゲームないらしいですね。あ、そうなんだ。うん、仙台にはまだ何か所かある。え、あんま人気ないっていう話じゃん。まあやってる人が見たことないな。あー、そうなんだ、うん、ゲーム別につまんなくないんだけど、あ、なんかあれ、まずプレイに100円でカード作る権利を得るのが100円で、あー、カードを印刷するのが100円だから、すごいね。ただもうあんま人気ないだけあって1プレイ50円くらいの店とかもある。ああ、なるほど。そういうところでやればまあ安いけど。ああ、うん、ガチャをやる権利やばいからね。っていうかまあゲーム内でガチャやってノーマルとかレアとかなんか何回一応画面内に出て印刷するかどうかは君が決めてないみたいな。ああ、そうなんだ。そういう仕様。なるほどね。しかもあのゲームなんかさ、そのレアリティ強いやつはコストが高いから、うん、1個も入れられないレベルみたいな。あ、なるほどね。最初はだからもうせっかくレアなやつ手に入れても使えないから意味でしょ。ああ、そういうね。そういう微妙さもある。ああ、でゲームはなんか落ちてる宝石みたいなのいっぱい集めて多かったやつ勝ちっていうやつなんですよ。あ、なるほどね。まあ そうね。ああ、けどわざわざ行ってまでこれ通ってやるかって言われるとねって言いたくなるから。なるほどね。家で気軽にできればいいかもね。あー、パソコンとかで。なるほどね。うん、うん、まあ武装神器今日はここには売ってると思いますが多分持ってるしかないですよね。これでまた増えてたらすごいよね。前回増えてたからね。ね、今探してる武装神器はマリーセレスとか、ああ、そういうやつらです。あとなんかクワガタとカブトのやつがいて武装合体するとロボになるやつあるんだよ。なるほど。それもちょっと欲しいね。これでもし増えてたらさ、また売った人がいるってことになるんだもんね。ああ、でかすぎていっぺんに持ってこれないのかな。ああ、なるほどね。箱めちゃくちゃでかいからね。小分けにしたり発掘したりとかしてる可能性もあるんだな。普通のリュックには多分1個か2個しか入んないよ。あ、なるほどね。うん、いやー、あんなねゲーム大好きな僕らですが、ええ、あれもさ、うん、真正面のやつもさ、うん、あれだよね、だけハローマックだけ。ハローマックっぽいじゃない。大人の夢を与えるね、やつになってしまいました。あるといいですね。ね、さよなら。というわけでね、今回の仮面フレンズもなんだかんだで7時は過ぎましたから。ね、うん、どうする？どうするかね。残ってる店はまあグレートと、あ、そうか、グレートだ。と、まああの時間余りはブックオフだけど。ね、うん、時間余りがようわかんないけど。浜田で先行っとく？行っとくか。なんか浜田行ってグレート行ったらまあまあ違うんだよね、これ。多分ちょうど良くなってくるよね。ねえ。うん、パンも買うし。あ、そっか。うん、そうすればまあ浜田か。うん。
考えてみようけど。まあそうだね。でここの近くのブックオフっていうのはあるけど、あれはまあいいでしょ。そうだね。どうせなもんですし。いつもマックが混んでて入れないんだけど。そう。苦労して入らないといけない割には。そうだね。何があるかっつうとねっていう。そこまでの感じだね。あ、やっぱ上がりになった。いやーまあ今日なんだかんだで収穫多くてよかったね。まあね。グリッドマンは全くないよ。ああ。マジでないね。今日も今行ったよろずやもさ、立花しかなかった。やっぱそうだよね。まあミニプラのあの緑色の箱のやつ確かに最近あんま見かけないんだよね。ああなるほどね。なんか五所川原かなんかで言ってたかもしんないけど、ね、ああそのぐらいかな。あるいはあの何だっけ HAF みたいなやつあるじゃん。 HAF どれだっけ。ヒーローアクションフィギュアみたいな、なんかあなるほどね、ちょっとデカめのやつで造形そこまででもないけど、あの昭和のヒーローとかいっぱい出してるやつなんで、それでもグリッドマン出てるんだけど。あ、なるほどね。それでもまあいいんだけど、それも売ってないよね。あそれは八戸では売ってた。あ、ほんと？あのグリッドマンシグマかなんか。なるほどね。うん、シグマあってもね。シグマ知らねえし。あ、そうなんだ。雑誌展開しかないもん。なるほどね。グリッドマンの放送直後になんか雑誌展開してただけのグリッドマンシグマしか。なるほど。青いやつ。ああ、なんか見たことあるな。スーパーミニパルでもグリッドマンシグマが出てんだけど、それは持ってない。あ、なるほどね。それとあれなんだっけ、キングジェットだっけ。わかんない。キンググリッドマンになるやつがセットで出てたらしいんだけど、僕はそのジェット単体のを買っちゃってて。なるほど。シグマ持ってますよ。あー、あの恐竜になるやつ。それ違う、恐竜になるやつ。ダイナドラゴンになるやつ。なるほどね。シグマ知らんからね。あーまあそれは安けりゃ欲しいけどね。ね、アンドロメロスって言われてもいいと思ってた。あーメロスまだ映像あるだけいいけど、ゼクロスとかよくわかんないじゃん。あ、ねスペシャル1本しかないよね、ゼクロス。あとは漫画か。漫画か、まあ、当時のテレビランドかなんかの雑誌展開だから。なるほどね。ウルトラマンガーもそうだよ、雑誌のみ。あー、なるほどね。あれ、そうなんだ。あれ、雑誌のみ。雑誌の前、絵本とかではのはあるけど、映像だとネクサスの最終回だけじゃん。あ、やっぱ同一あれだよね、それボムノアって言われればさ、ネクサスだよなと思ってたけど、そういうことか。ネクサスの最終回にノアになるって。なるほどね。でもだとするとさ、ウルトラマンってさ、雑誌展開のやつも結構本編に組み込むなと思うのがさ、メロスもそうだし、ああそうか、アンドロメロスも。ノアさ、ウルトラマンゼロにも出てきたよね。出てるね。ねえ、アイテムくれるやつみたいな。ねえ、バラージの盾みたいなの。ノアやたら出てくるよね。えよほど悔しかったのかみたいな。そのあんま流行らなかった。ああね。ネクサスが。ああ。ネクサス当時マジで流行ってなかったね。まあ確かにこっちでもそうだったよ。流行ってなかったなっていう印象あるよ。見てるとか好きって人いなかったよ。うん。まだ朝4時半だしさ。ああ。4時半にあんなの見たくないんだよ誰も。ね。嫌だなって思ってたよたまに見ては。ああ。早くこれ終わんねえかなと思ってて、まあ終わって。ああ。マックスになったら。ウルトラマンマックス楽しいみたいな。まあ楽しいよね。でマックスだってメビウスだったらメビウス楽しいって。ああね、メビウステレビなのにさ、ウルトラセブンとか出てくるからね。ねえ、あれお得感あったよ。すごいよね。レオとかベイティとか全部本人で出てくる。ああ怪獣も昔のやついっぱい出てくるし。ねえ、あれよかったな。メビウス本人の役者の人が今激変してるのすごいけどね。ビライビライダボバワレトデジャデカ。あーでもあったよあのさ、待ってなんか傾向的にさ、僕今から言う話の前提部分で一回ふんってなるかもしれないけどさ、最後まで聞いてほしいんだけど、今さ、マカオとジョマがさ、マカオジョマツイッターでめっちゃ流行ってるのは知ってない？なんか確かに YouTube で最近マカオとジョマがいるなと思ってた。あーほんと、今さこんな動き。あ、そう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 、今さ Twitter で、
あいつ何々する気よ、そんなの許さないわ、そんな許せないわっていうのを、うん、がすごい流行ってんのね、うん、その中に、うん、あいつ新しいウルトラマンをやるためにリュウさんのセリフを引用して何も守れてねえじゃねえかって言うつもりだわ、そんなの許さないわっていうのあったよ、僕じゃん、うん、ねえ、そう、うん、そう、そんなの許さないわってあったよ、うん、言われてたよ、うん、永遠にあれが引き張り続けねえ、うんうん、街壊れるためにねえ、うん、ウルトラマン以外でも思うねえ、あの その点やっぱりさ、前回じゃ良かったんだ、あれ悪の街破壊してる、あーあーああなるほどね、あれビルが邪悪だったじゃん、あの前回授業って時、なるほどね、うん、いいじゃんと思ってあれ、あー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 じゃあだからいきなりでもヒーロー側がビル破壊していいんだよ、あてかさあれ確かにうまいことやってるね、破壊する絵面は取れるわ、破壊していいわ、主人公たちのロボが怪獣っていう斬新さを街破壊でアピールしつつねえ悪の街を破壊してるねえ、オッケーだ、いいよね、あれ確かにうまいことやってたよ、あれ前回で一番印象的かも、ああ、うん、確かにあったよ、リュウさんが僕の中に永遠に住み続けてるね、呪われてるよね、もう、うん、ちょっと嫌な気分になるもん、街破壊されるとね、うん、ゴジラが破壊するのはいいんだよね、だってゴジラ悪の怪獣、そう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 、悪っていうか、まあ怪獣だからね、ウルトラマンが破壊するとさ、よぎるよね、うん、まあ、Z とかあれ、避難 してるっぽい感じになったりして、ね、まだいいんだろうけど、あとオーブでさ、街破壊されたけど、速攻で直してるシーン入ってたりしてさ、あ、なるほどね、そういうバランスの取り方は良かった、ああ、ガルパンも保険金が降りる風になってたけどね、なんか今、ガルパンって言っちゃったことでさ、うん、4話、あの最終章の、うん、ま、決まった、わかんねえ、あでもなんかやるっぽい雰囲気だったの見たよ、あ、ほんと、うん、おお。多分そろそろ来る、いやあれさ、だからあの一回思い出すたびにさ、うん、次待ち遠しいなってなっちゃうからさ、うん、辛いよね、多分今年じゃない、ほらもう出てるもん、上位決定、あ、ほんと、10月、10月です、早っ、一応さ、決定っていつ頃の話、4月1日です、あ、割ともうだいぶ前に決定してたのか、うん、ムビチケ発売中で、なんだ、そんなか、うん、これあんまりやるよね、さすがにね、やりません、今のところは、え、仙台ではやります、前もそうだったよ、そういえば、コロナワールドさ、後だったよね、そっか、しかも今コロナワールドねえわ、ね、まあでもやる頃に多分どっかでやんじゃねえのかな、かお安いしもとかでねえ、うん、出会ってほしい、まあそうでなければついに仙台編かっつっても、仙台編で映画見んのもなかなかだね、うん、10月、まあタイミング的にちょうどいいけどね、ね、10月6日だから、うん、しかも新リフイオンシネマでやるから、うんうんうん、近くにブックマーケットあるんで、あ、なるほどね、ブックマーケットの近くに新しくできたイオンの映画館でやってる、あ、なるほどね、仙台編で本当に見てもいいかもしれないけど、うんうんうん、ガルパン最終章、内容としてはつまり大笑い VS あそこで継続でね、え、うん、継続の魔女が、そう、謎の白い新メンバーみたいなのですよね、ねえ、白かったかも忘れたけど、白かったと思うよ、うん、いきなり西住殿を撃破されてた、ねえ、あれがどうなるか楽しみだわ、ねえ、あれはさ、いや最終章面白いんだよね、なんだってすごいよね、みんな毎回面白いじゃんね、1話あんま面白くなってるから、あら、そうだったっけ、うん、1話あれで、あのサメさんチーム出てくるやつ、あー、なるほどね、すんごい長い尺取ってサメさんチームがなんか追い続けるシーンが入ったりする、あー、やばそうな始まり方したんだけど、2話、3話相当良かったね、面白いからなあれ、うん、流行るだけあるわね、うん、我々ガルパン大好き芸人としてはね、ね、うん、今はそうだよ、もう2人揃って好きだからね、うん、ゲームも買ってる、本当なら嘘袋くんにボブもガルパンハマってるって言うべきなんだけどさ、うん、あのハマってない頃に結構言ってくれてたからな、うん、ガルパンいいぞっつって、うん、確かにいいよね、全部島田文香でだね、あーなるほどね、30fps のメガビデバイスとかそれ系も、あガルパンもストライクウィッチーズもね、アリスギアアイギスとかもやってるだろうし、君の周りの多いよね、椿だから、そうだね、いやウルトラマンブレイザーやりますよ、あね、今月来月、今月かもね、まあ雰囲気的にはもうこれで始まりそうだよね、今月末か来月ウルトラマンブレイザーすげえ楽しみなんだけど、あ、そうなんだ、
ここ最近のウルトラマンで一番楽しいかもしれない。なるほどね。主人公隊長って斬新な、来月8日だ。ああもう8日か。でなんかヤバそうなみたいなウルトラマンでした。それは主人公のこと言うんだよね。ああ。ヤバい声上げてるよね。あ嘘。キャーみたいな。あ全然聞いてなかった。うん。で主人公の組織の目が怪獣。ね。うん。メカゴジラにしかボブには見えないけど。うん。新怪獣がいっぱい出てくるらしいし。ね。うん。思ったけどさ、うん、ウルトラマンって毎回さ、うん、声面白いと思うんだけどさ、令和入ってからも。うん。うん、ボブ好きなのにカニって声に特徴ねえことに気づいたわ。ショーラーそう、ショーラーとかさ、うん、あとX も、さーってやつだしさ、うん、かと思えばボブ好きなオーブはさ、おっさんの声で、うわ、ん、ーって言うだけだしさ、そうだね、Z も普通じゃんね。うん、普通だよ。だからボブ好きなのそんなに、まあ、強いて言うとゼロがもう、宮野守るの声っていうのが、最大の特徴だな。うん、最近ウルトラマン見てなかったからね、ここ2年。ね。トリガーでっか。ボブだって、どれだって、トリガーの1話、2話で、うん、アンリューだなっつって、マジ微妙だもんね。終わったんだよな、うん。映像がすごいんだけど、お話の方がどうにも、まあ、令和ライダー的な感じで、うん、あでっかはもうちょっとちゃんとしてたんだけど、まあ、ちゃんとしてる以上のことがなかったんで、ね、ちょっと飽きてやめちゃった。あまあ、ダイナやっぱ興味なかったしな。ああ、なるほどね。ダイナ興味ないのにダイナのリメイクされてますから。うん。どうしようもないもんね。ティガは逆にティガすごい好きながらこそ、ちょっとテイスト違うトリガーにあんま乗っかれなかった。ああ、なるほどね。それはそれで。まあ、両方食い合わせ悪かった。ああ。相性悪かったんだけど。今回はいけんじゃねえかと思ってるけどね。まあ、今んとこすごい、だって新しい雰囲気出してるからね。うん。月丸っ。あれギャラクシーで100倍で撮るとね、月面がはっきり映るよ。あ、すごいね。AI 技術の加工によって。あ、そういうね。そういう偽装的な謎のクリアな月映るやつ。なるほどね。うん、それが評判悪い。ああ、写真じゃないじゃんってね。そう。でも肉眼ではもうクレーター見えてんだよ、今。ねえ。うん。最終回感ある。ねえ。クレーターって言ったところにちょっと知性を感じたけど、あの、ボブならウサギとか言うわ。さよなら。